霧亭丹型は落語家。本名は畠山隆之。血液型は A 型。身長は178センチメートル。吉本秋田県住みます芸人。兵庫県芦屋市出身。高校時代は水球部の首相で県4位。18歳で就職し、10年間サラリーマン生活をするが2008年8月20日、月亭八方に入門。 話し替えの道を志したのは、ひどくひどく落ち込んだ時に、落語家と落語に出会い前向きに生きられるようになれ、自分もそんな存在になりたいと思ったから。初舞台は2009年5月31日、アークカルチャーでの第10回月定会で演目は色ごとネモン。名前の由来は兄弟子たちである、夕方の UFO8 点の点。 発光の光と同じように、天文や宇宙に関係する壮大なスケールの名前を、という師匠の思いから北斗七星の、とを取ってハットとなる。2015年4月より3代目兵庫県住みます。芸人に就任。2019年4月より4代目秋田県住みます。芸人に就任し、講座名も八方の命名による、霧帝単型に改めた。カツラ文福命名のキャッチフレーズは、 は、と驚くためごろう。女優の加藤夏きがつけたキャッチフレーズは、光な足。得意ネタは、動物園、三代目、桂春ラハ時期伝の代書など。ありがとうございます。